はいはい、どうも松尾修造のこれ知ってますなんです。今日はですね、まあ日本という国、まあ僕ら海外に行くのは分かるんですけど、日本にこう海外の方をこう呼び込む世界各国の外国人の訪問者ランキングっていうのがありましてね、今非常に日本は少ないです。あの世界でも33番目で年間800万人しか、海外の方が日本に来られないんですよね。ただ実際にはですね、日本に来たいという潜在情報がたくさんありまして、非常に人気のある国ではあるんですけど、日本が閉鎖的なんですね。だからビザが下りにくいとかですね、もう、まあ、この前まで円高やったんで、なかなか、一時的に、ね、あの中国、韓国の方が結構日本にもう来たんですけど、円高になってまた来られなくなって、来られなくなってことないんですけど、最近ようやくまた円安になってきたんで、あの小焼きやすくなったんですけど、まあフランスでは8300万人の人がこう海外から来てるんですね。その次アメリカ6700万人、その次中国5700万人の方が海外、やっぱり外貨を獲得するという意味ではやっぱり海外からこう日本に来てもらう、まあ日本はたくさん人気ありますか、見るとこありますから、800万人しか年間来ないという。最近ようやくね、まあ、タイとかマレーシアビザをこう免除したりしまして、まあ、ビザとかやっぱりなくなるとあの来やすくなりますんでね、ぜひ観光業界、日本国内では縮小気味かもしれませんけど、海外から、ね、来て日本を盛り上げてほしいものです。今日の、松尾修造これしま世界各国の外国人訪問者ランキングでございます。ランキング多いですね。ほほほ。これ流行らすね。